エニセイ語族は、シベリアのエニセイが流域に分布する、語族。ケット語のみが現存する。便宜上、コシベリア諸語に含まれることがあるが、他のシベリアの言語とは大きく異なる。プロトエニセイ語文法的には、方語語に属す。シベリアの言語では、珍しい成長が見られる。エニセイ語族は、 パレオエス規模の言語との関連性が指摘されており、ベイリンジアから逆移住を示すとされる。また、郷土イコールフン族の言語、月の言語がエニセイ語族であったとする見方がある。エニセイ語族は、法語語、脳核言語的な特徴や、認証代名詞などに関して、北米先住民のナデネ語族や、ヒマラヤ西側のブルシャスキー語などに似た点もあり、これらと、 同系統とする説もあったが、言語学的に広く認められたものではなかった。しかし、2008年にエドワード・バイダにより、エニセイ語族とナデネ語族が同系統であるとする仮説が提唱された。この2つの語族を合わせて、デネエニセイ語族という呼称が提案されている。エニセイ語族とシナチベット語族が禁煙という説は、古くから存在する。 最近の研究でも多くの同根語が見つかっている。和社の遺伝子の観点からも、古代中国の州の遺骨から、ハプログループ9が58%の割合で見られる。より広範囲では、上述のナデネ語族や、シナチベット語族の他に、北コーカサス語族、ブルシャスキー語、バスク語族等も含めたデネコーカサス語族が、提唱されている。ありがとうございます。